ございます。私はですね、ただいま成田ビューホテルという、まあ、結構綺麗なホテルにいます。今はですね、フロリダに旅立つ前の集合場所ホテルに来ています。先ほどまでね、ちょっと朝食を食べて、今はちょっとゆっくり時間です。まあ、今回6人の女の子の面倒を見ないといけない。ただまあ、コーチもですね、私含めて3名いますんで、完全サポートで成果ができればなと思ってます。私も、これまでの経験を生かしてですね、初めての IMG でどれだけ力が発揮できるか、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで、その状況をですね、また皆さんに配信していきたいと思います。それでは少しですね、これから飛行機に乗りますんで、また明日ですね、ちょっと頑張ってきます。
皆さんこんにちはですかね、今フロリダのタンパ着きまして、これから初の、レンタカー海外での運転をちょっと試みたいと思います。さあどうなるでしょうかね。さあちょっと頑張っていきます。無事、合流して、ね、みんなで、結構頑張ってやろうという雰囲気でここまでやってきましたので、明日から本格的に、練習が始まる、そして試合が始まります。今回、我々がですね与えられた使命はベスト8以上というですね、すごい大きな目標を掲げられ、これから、その目標に向かってちょっとみんなで頑張っていこうかなと思っています。その様子をですね、今後配信していきますので、ぜひですね、見ていただけたらなと思います。今日はですね、ちょっとこんな部屋に泊まらせてもらえるのか、ちょっとこれを見せていきたいと思います。まあ、これがですね、入り口なんですけども。こういう感じで入っていきます。何ですかこれ。これはですね、ちょっとやりすぎなんじゃないかなと。見ていただけましたか、こんなですね素晴らしい環境を用意していただいて、なんとか出さないといけないなと
責任を感じております。明日からとにかく一瞬懸命頑張って目標達成できるように頑張りたいと思います。そしてですね、私はワックの代表として、ジャパニーズウェイの代表として IMG に乗り込んでいきます。一体 IMG がどうなっているのか、将来は世界からですね日本に練習しに来るような環境ができればと思って日々活動しておりますので、まあ、その部分についてもですね、まあ、どんなものなのか皆さんにお伝えしていきたいなと思います。さあちょっとねだいぶ気合が入ってきました。明日も頑張ろう。